心霊治療は、症状現象の一つで、通常の医療行為によらない病気治療のうち、霊的な力によるものとされる行為の総称である。心霊治療とされる行為には、消毒や麻酔なしで患部を体外へ摘出する心霊手術がよく知られており、他にも病気の原因を霊とみなして、除霊を行うことによる治療、治療者が霊的なエネルギーを直接患者に与える。 ことによる治療、レートの更新による病気の診断や処方などがある。心霊治療を行ったとされる著名な人物には、超能力によって病気の診断を行ったとされるエドガー・ケーシー、末期ガンなど多くの難病を治癒したとされるハリー・エドワーズ、ブラジルの心霊治療師とされるホセアリゴーラがいる。新約聖書でもマタイによる福音書、ルカによる福音書、 使徒行伝などにイエス・キリストが病人を癒した奇跡が記述されており、これらを心霊治療と解釈する向きもある。他にもフィリピン、メキシコ、タイなどで心霊手術が行われている。フィリピンのルソン島の聖地バナハウさんには約100人の心霊治療師がおり、マッサージ、祈祷、薬草などによる心霊治療が盛んに行われており、全国から患者が押し寄せているという。 ただし、こうした治療行為はメカニズムが解明されておらず、一般的には上記を一した医療行為とみなされ、多くの国で受け入れられているわけではない。心霊治療に見せかけたトリックによる詐欺行為も横行しており、心霊治療を盲信するあまり適切な医療行為を受けずに、帰って病状を悪化させるという問題も指摘されている。ありがとうございます。